動画見てくれてる人、男性あんまりいないんだけど、女性からリクエストがあったら頑張った方がいいよね。ビーナス杉月花でございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって大好きな彼、お金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。本日の動画は女性が喜ぶバレンタインのお返しということで、お返しというテーマについてお話をさせていただきたいなと思いますので、ぜひ本日も最後までご視聴くださいませ。それでは早速いってみましょう。バレンタインがもう2月14日ありまして、本日が2月の23日ということで、まあ、バレンタインのお菓子はまあホワイトデーだと思うんですけど、まあ、ホワイトデーは3月14日まで時間がありますよね。季節柄のテーマということで、今日は女性が思う欲しいものについて話をさせていただこうと思うんですが、私のこの YouTube のチャンネル登録者の方の女性比率が約9割ぐらいなので、この動画は男性に向けたメッセージではなくて、女性同士でね会話をしているような感じで聞いていただけたらなと思うんですが、バレンタインだからホワイトデーだからとか、女性が渡したから男性がお返しするっていう文化、私あんまり好きじゃないですね。欲しい人があげたらいいんじゃないみたいな感じで、私は結構割とその辺責めてるんですけど、まあでもね、このバレンタインホワイトデーの行事を使って恋愛を発展させる方も多いかなと思うので、お話ししていきたらなと思うんですが、ホワイトデーってさ、なんかおねだりできるじゃない。これ欲しい、あれ欲しい、これ買って欲しい、これいいなっていうおねだりできるじゃないですか。欲しいものはさ、なんか絶対おねだりした方がいいと思うんだよね。私は欲しいから欲しいって言った方がいいと思うよ。でもさ、女性が欲しいものってジュエリーか花が一番多いかなと思うんですけど、どうですか？この2つが一番多くないですか？どうですかね。普段身につけれるジュエリーとか、あと普段持ち歩くものとか、小物とかバッグとか靴とか下着とか、私が思うに欲しかったらこれ欲しいって言ったらいいんだよ。例えばさ、これレオンのお友達なんだけど、これをなると、あーごめんレオンくん起きちゃった、ごめんなさい、ごめんねレオンくん。あれはレオンくんのお友達だから、レオンくんはこれが欲しかったら私のところで持ってくるんですよ。で、まあまあ、でさ、私が例えばこのね、エルミーちゃんが欲しいと思ったら、エルミーが欲しいから買ってって言います。エルミーが欲しいっていう感じですね。だから欲しいものは何でも言った方がいいと思うんですよね。あんまり高いものに関しては買ってくれる人だったらいいよね。もし買ってくれなかったとしても、彼の頭の中に入ってるから、いつかは買ってくれるかもしれないし、だからまずは言ってみることだよ。皆さんが欲しいものね、レオンくん。反応した。はい、ちょっとこれ置いとこうかな。そうだからね、この動画見てくれてる人、男性あんまりいないんだけど、女性からリクエストがあったら頑張った方がいいよね。おねだりをして怒る男性とかはあんま付き合わない方がいいと思う。おねだりをして「とかって言いつつ買ってくれてたら最高ですよね。例えばさ、バレンタインでもホワイトデーでも別に義務じゃないし、私も話さないとかも自由だし、お互いの価値観が、そうだ私会おうっていうので一致してるんだったら、お互いがリクエストしてもいいと思うし、でもプレゼントに対しての意見が、これが高いだの安いだのあまりもううるさい人とかは、まあその時点であんま価値観が合わないのかなと思いますね。女性ってもらって嬉しいものって、まあ、自分が欲しいものが嬉しいと思うんだよね。私とかはめっちゃそうなんですけど、例えば欲しくないものをもらっても、えこれどうしたらいいみたいな感じだったりするので、私の場合はまあリクエストするんですけど、また私の好み分かってくれてないとちょっと厳しいかなと思うんですけど、こだわりがある人は絶対リクエストした方がいいと思う。うん、で、まあ、ジュエリーとかって言ってもさ、その男の人もよく分かんないじゃない、いろいろありすぎるから。ピアスが嬉しいって言っても全然タイプじゃなかったら、彼からもらったとしてもそもそもその地物自体が好きじゃなかったりするとあんま嬉しくないかったりもするから、だから私は物とかの場合はこういうものが好きとか、こういうデザインが好きとか、まあ、そういうことをお伝えをします。はい、だから皆さんもぜひされてください。変なものもらって喧嘩するのも嫌でしょ。女性って冒頭のお話した通り、花束って嬉しいですよね。花束って高いよね、消耗品だしさ。また来たぞ僕、レオン君はなんでそんなの甘えん坊さんだ、私さレオン君飼ってるからさ、
あのレオン君のおもちゃとかも嬉しい。レオン君がハッピーだったら嬉しいから、まあまあ私の話はさておきまして、だからそのあなたがもらって嬉しいものをリクエストあんま難しく考えなくていいんじゃないかな。はい、ということでちょっと今日の動画はバレンタインが終わりまして、次がホワイトデーということで、皆さんが何か、まあ、彼なり男性に欲しいものがあるときはリクエストすること、彼だったらリクエストできるけど好きな人とかだったらリクエストをすると厚かましい、がめつい、そういう女だと思われちゃう可能性もあるから、片目の人だったらリクエストはしない方が良いですね。軽いリクエストだったら OK だかな。男性も何を返したらいいか分かんないって方もいると思うし、気にしてる人もいるかもしれないから、お互いの関係性もあると思うんだけど、ホワイトデーのお返しに一緒にご飯行きたいなとか、ホワイトデーのお返し私だったら何だろう、ホワイトデーのお返し付き合いたいって言っちゃうかな片思いしてたら、うん、小細工しない方がいいと思います。はい、ということで本日の動画はホワイトデーに向けた皆さんのリクエストですね。リクエストはちょっと前もって言った方がいいよ。ホワイトデーの直前に言われても買いに行く時間もなければさ、下調べする時間もないから、早く言ってあげることが優しさです。リクエストすることって本当に相手への愛だからね。リクエストしていきましょう。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。公式 LINE はどんな女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方はグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。では皆様、自分の欲しいものはね、口にしないと入ってきませんから、期待せずにそれを相手に義務化させずに、ただ単に願いを放ってみる。期待が乗らないから軽やかなんですよ。だから叶えてくれたら嬉しい、ラッキーぐらいの感覚で言ってみてください。皆さんはできますよ、今日もいきます。皆さんもできる、できる、絶対できます。ということで本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。 YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画も楽しみください。それではまたねー。